はい、AKB48 愛媛県出身の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームやっていきます。さあ、今日は何の話をしていこうかな。めっちゃ暑い、なんかすごい暑い。それまくろ。やばい、何も話すことがない。何話そう。配信を始めたのはいいものの、ちょっとね、今頭が全く回らなくて、ちょっと何も話すことが思い浮かばなくて申し訳ない。本当に頭が今回らないんですよ。何の話。目がね、若干ゴロゴロする。何も話せないよ。服かわいい、ありがとうございます。愛用してるこれ。ゴールデンウィークは出かける予定ないです。特にない。なんかゴールデンウィークせっかくだったらどっか行きたいなって思うけど、私人が多いとこ苦手なんですよ。だからもう結局
でもそろそろこもる日欲しいなって思って、もう前に最近毎日外出てたからもう疲れちゃって、正直こもる日が欲しい。私もともと休日はこもるタイプだからさ、こんなに連日外出てたらねめっちゃ疲れちゃうの。そうで、ごめん今日はねちょっとあるものを見に行ってたから、もうそれでだいぶ反動で疲れちゃってるごめんなさい、ちょっとね反動で疲れてしまった、申し訳ない。こんなに頭回らないんだなって思っちゃった。こもっても何も、もうスマホを触る以外もうぼーっとするか動画見るか、もうひたすら何もしない、何もしないじゃないな、外に一歩も出ない日が欲しい、マジで。そう、私はもう休日はそうやって過ごすからさ。そんなお出かけする？私お出かけそんなしないよ。でもまあお出かけ一個、お出かけよくするイコール人混みが得意はね全然違いますからね。まあそれは私がインドア派、完全にインドア派です。ぶ、うん、超インドア。そう、もう本当に考えると一人では北旅行は大冒険だね。うん、本当に大冒険だったと。そうですね。結構なんだろう、あんまりフットワークは軽いのか重いのかは自分では分からんけど、料理とかしたりする？最低限しかしない。なんか凝ったもの作んないですね。もう最低限食べられれば、食べられればいいじゃないけど、だいたい焼くしかやらないね。焼くか温めるしかぐらいしかしない。でもそれで十分美味しいと思える、美味しいなって思うからそれで満足してますね、正直。なんかまあ凝った料理作ってみたいなとも思うんだけど、なんかね結局なんかもういいやってなっちゃう得意料理は特にないですね。もうだいたいお肉も温め、もう焼いて食べられるようにするだけとか、お魚も焼き魚でやるとか、マジで毎日そんな生活だからさ、料理は上達してないです。
なんかいろいろね、気になるレシピとか作ってみたいなって思うものはあるっちゃあるんだけどね、なかなかよし作ろうとはなら、まあ最近忙しかったからそんなそうならないって思ったんだけど、まあ忙しかったから作れないっていうのもあったんですけど、やばい、何の話しよっか、みんな。ゴールデンウィークマジでもう予定がないですゴールデンウィークは本当に予定がないから特に話すことがないんですまあ強いて言うならお話し会があるぐらいかな。それ以外何も予定立ててないです。誰とも会わないし。そういえばさ、今日私ツイッターで出してたんだけど、芋ピッピのさ、なんか蜜芋ブリュレのクロッフルが発売されるっていうのがあったじゃないですか。皆さん、芋ピッピって浅草にもさ同じお店があるのはご存知ですか？でも芋ピッピって一応本店は愛媛県松山市なんだそうです。もう私普段本当に予定なかったら基本的にマジで外に出ません。連日お出かけっていうのがちょっと苦手なタイプです。割とマジでご飯食べる時以外はずっとベッドの上にいる。寝るわけでもなく、まあ、ベッドを椅子にしてますね。机の椅子に座るんじゃなくって、ベッドを椅子にしてひたすらスマホいじって動画見てってしてます。もちろんお出かけも好きなんですよ。ただね、やっぱね、疲れる。やっぱね、一人だとまだあれなの。まあ一人だと余計疲れちゃうのかもしれない。人がいたらなんか楽しいなって思うけど、一人だとなんかもう疲れたなみたいな。ちょっと帰るのも
死のってなっちゃうからね。まあね、そう、ほんとゴールデンウィークだから本当はどっか行きたいなと思いつつ、いやもう特に行きたいとこないなって思って、いや行きたいとこはいろいろあるけど、だいたい人が多いかなって思うとね行けないんだよね、マジで。唐揚げ食べたい。なんかそろそろなんか揚げ物食べたい。ああ確かに差し入れの話、あの4月30日の差し入れの話してなかったね。しよっかな。ちょっと待っててください。でもちょっとね、あのポーチに入れて持ち歩いてたからちょっと潰れてるものもあるんで、若干潰れてるものもあるからちょっとそれは申し訳ないんですけど、まあ、今回ねもうえげつないほどの量の差し入れをいただきまして、まあ、その中から選別いたしました。私はねお菓子を日常的にそんなたくさん食べる方じゃないから、そう選ばないとただただねあの食べ物を粗末にしてしまうだけだから、なんか天ぷらの巻き寿司みたいなのもあったけど、それね普通に言います、そう全部はもらってない、もうマジで選びました。まずはこのペコちゃんの人形焼きですね、こちらいただきました。意外に消費期限が早いから早めに食べなきゃ。次がずんだクッキー、そして揚げまんじゅうですね。でこれでちょっと潰れちゃってるけど、ずんだまんじゅうです。でめっちゃ美味しい博多通りもんで、大好きなインハンの白うさぎでいいよね多分、これめっちゃ好きなんですこれ。そう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 、このあのずんだまんじゅうとかはあかりんからもろたやつで、これはレミちゃんがくれました鳥取のお菓子なんですけど、これ大好きなんですめっちゃ。そうで、あとはこれですね、ビスカウト、めっちゃ美味しそうだからついつい手に取ってしまいました。ピーナッツ味、あ、稲葉だった。ごめんなさい。ありがとうございます。好きとか言いながら全然分かってなかった。やば。いや、でもね、ここで、ここでね、知れました。稲葉の
シロザギ。もう今度は間違いない。次こちら、あ、好きなバームクーヘンです。で、あとはこちら、もう大大大好きなバ、こちらの、これジイチローでいいのかね、合ってるよね、のバームクーヘン。ここのバームクーヘン大好きなの。はい。で、あとはこちらのアイシングクッキーもいただきました。桜のアイシングクッキー。あ、でもそう、これね、マジでめっちゃ厳選したんですよ。それでもめっちゃ多いんですよ。でもあの3日間じゃない、3公演あって、これでもマジで少ない半分にもいかない、マジで。もっといっぱいあった、マジで本当にいっぱい。あとの土産じゃない、差し入れってどうなったんだろう。そう、私が食べたいなとか美味しそうだなって思うものを選びました。まあ、何個かあのバームクーヘン冷凍しようかなとか考えてるからね。そう、すぐは食べれないから。冷凍できるかできないかもちょっとね考えながら選んじゃった。本当はなんかいちご大福とかもあったんですけど、今回は取りませんでした。まあね、そんなに日常的にお菓子食べないから、そう。明日ずんだまんじゅう食べようかなって思ったけど、賞味期限的には人形焼きの方が早いかもな。どうしよう。まあそれはまた明日になってから考えます。でもそうだよね、おまんじゅうは早めに食べた方がいいから、やっぱ明日食べよう。それプラスあと1個前もらった差し入れのやつ食べるのもありだしね。まあ、今回の差し入れはこんな感じです。はい。まああとはその会場で食べたものもあるんですけど、あのなんだっけ、ハリネズミまんも食べたし、シューマイとシューマイまんも食べたし、いやーね、本当にありすぎて正直全部持って帰りたいなって思ったんだけど、厳選しました。ケーキは美味しくいただきました。
今回は食べました、ケーキ。美味しかったよ。いやー、まあね、本当にコンサート終わって、まあ、やっと一段落です。まあ明日もちょっと外に出る用事があるんですけど、まあそれはね、自分で予約したやつなんでちゃんと行ってきます。マジでそろそろ本当に一日中外に出ない日欲しい。お勉強かな？違います。もう今私、あ、お勉強ってどういうこと？お勉強ってどういうことって言っちゃったんだけど。まだ見てない映画は、でもこの日あたりでね、見に行こうかなとかちょっと考えたりはしてるんだけど、ああ全然違います、そんなんじゃないです。普通にいわゆる自分磨きみたいなやつです。自己啓発ね、私そういうのは全然縁がない。自己啓発って何なんだろう。なんかよくあるじゃん、自己啓発本って。あれね、何なんでしょうね。本とかね、読まないからね何も分かんないんですけど。清楚系よく言われる。でも見た目だけですそうそうです。よくなんかね、優等生とか言われるけど、それは見た目だけです。
バイオリン弾くからお嬢様イメージある。あー、まあお嬢様みたい、お嬢様のイメージあるってよく言われるけどね、それは嘘です。お嬢様ではありません、全く。はい、だいたい皆さんから聞くイメージと私って全然違うんだよなって思うことが多いので、うん、まあでもまあそんな風に見えるんだろうなみたいな、まあそれはそれとして、まあそうなんだろうなみたいな感じ。何も言えないんですけど、そうそう、お金持ちではないよ、普通だよ、うん、まあ普通だよがよくわかんないけど、お金持ちではないでしょう、うん、なんかどこら辺がなんだろうね。バイオリン？それはあんまないか。なんなんだろうね。よくわかんないけど、服装とかなのかな。でも服装がなんかお嬢様みたいとはよく言われるね。よく言われるねじゃない。よく言われてた。まあ、でもね、そこはまたね、私の着てるブランドがそういう感じだったっていうあれなんで。語彙力のなさがすごい。あ、そう、そっか。そう、そっかしか言えないよ。自分では自分のことどんなイメージだと思うんですか？適当、めんどくさがり屋、飽き性、やばい、めんどくさがり屋だな。意外とやべえとか言うね。意外と？あ、そう？普通に言います？普通に？よくわかんない。でも全然やべえとか言いますね。うん、なんかまあそういうイメージ持たれてるからなのかな。全くそんなことないんだけどね、うん、意外？あ、そう、まあそういう目を見せてないからだね、多分。部屋はね、まあそんなに片付いてない、物が多いから。物が多いから。でも整理整頓はちょっと苦手なタイプです。あんまこういうこと言わない方がいいかもしれないんだけど、そう、めっちゃスティックのイメージある。あ、まあ自分にまあ甘いなっていうところはあるね。あと子供だなと思うところがいっぱいあります。
まあそんなところかな。自分で自分はどんな人かっていうと、まあ、めんどくさがり屋ですそれは本当にそう。はい、せっかちか、ゆったり、あ、でもマイペースってよく言われる。自分でも直したいんだけど、準備するのが遅すぎて、マジで準備に時間かかるんですよ。頑張ってるんだけど、でもそれは結構マイペースな方です。はい、準備が遅い、時間がかかる準備に。だから基本的にお仕事では遅れないんだけど、友達と遊ぶ時とか、お姉ちゃんとどこか出かける時はこの時間に出るようにするねって、だいたい10分は遅れます。本当にね、直したいなって思いつつ直らないんです。マジで頑張って準備してんのに、なんでうまくいかないんだって思いながら毎回毎回ねいるんですけど、連絡はもちろんちゃんとします。まあ、でも結構割と自分、本当の自分以上になんかめちゃめちゃできた人間じゃないけどっていう風に思われてる、いやそれは自意識過剰かなーって思うような気がしてそう、まあ違うんだけどねって思いながらね言いますね。でも結構周りで自分よりもちょっと年が上の人でしっかりしたりしてる人とか見たら、ああ私ってまだまだ子供なんだなっても思いますね。まあ、2歳3歳しか違わないのにまだまだ子供だなって思います。治らないんですけど、それが。はい、というわけで、じゃあ今日はちょっと短いんですけど、ここら辺で終わりにさせていただきます。じゃあランキング読んでいくね。13位から13位キャパさん、12位モノサルさん、11位ナナタさん、10位飯田ひろゆきさん、9位ロミツさん、8位カラスのカーコさん、7位ウミウミさん、6位マモさん、5位ナツメさん、4位 TKHKG さん、3位プレジョンさん、2位タマクニさん、1位がやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。